カンバーランド道路の経路図、観光は1839年カンバーランド道路は、現在アメリカ国道4十号線の一部となっているカンバーランド道路は、アメリカ合衆国連邦政府によって建設された初期主要改良道路の一つである。建設は1811年にメリーランド州のポトマック川沿いの町カンバーランドで始まった。その後アルゲニー山脈とペンシルベニア州南西部を、 越え、1818 18年に、バージニア州のオハイウ川沿いホイーリングに達した。計画では、ミズーリ州セントルイスを抜けてミシシッピ側のジェファーソンシティまで達する予定だったが、予算が尽きて1839年に、イリノイ州、バンダリアで工事が止まった。カンバーランド道路とボルティモアをつなぐ一連の、有料道路が1824年に完成し、 カンバーランド道路の東部遠心部と呼ばれるものを形成した。1835年、ホイーリングより東側の道路は有料道路として運営を各州に任されることになった。この道路はナショナルパイクと呼ばれるようになり、ボルティモアまでの遠心部にもこの名前が当てられた。約620マイルのこの道路はポトマック川とオハイオ川をつなぎ、 数多い開拓者たちにとって西部への入り口となった。新しいマカダム舗装を使ったことではアメリカ合衆国で最初の道路だった。今日、その経路の大半はアメリカ国道40号線となっている。ボルティモアへの東部延伸部とセントルイスへの西部、延伸部を含め2002年にアメリカ合衆国運輸長官ノーマン・ミネタによってこの道路全体が 歴史ある国道すなわちオールアメリカンロードに指定された。カンバーランド道路沿いには今でもマイルストーンが見られる。この写真のものはオハイオ州コロンバスにある。1751年にカンバーランドとオハイオ川の分岐点の間にオハイオ会社によってブラドック道路が開かれた。この道路はフレンチインディアン戦争の時にエドワード・ブラドック将軍とジョージ・ワシントンが フランスの領有する、デュケーヌトリデを強襲しようとした、ブラドック遠征に使われたので、この名前がついた。カンバーランド道路の建設は1806年3月29日に、トーマス・ジェファーソン大統領によって承認された。カンバーランド道路は、ポトマック川とオハヨ川の間を旅するために、ペンシルベニア州、ユニオンタウンの東までは、ブラドック道路と同じ経路をたどり、 これに置き換わるものだった。そこからは、ブラドック道路が北のピッツバーグ方面に折れたのに対し、カンバーランドはやはり、オハイオ川沿いではあるが、さらに西のホイーリングに向かった新しい、マカダム舗装道路の建設は1811年11月20日に、カンバーランドで始まり、1818 18年8月1日に、ホイーリングに達した。1820年5月15日、 アメリカ合衆国議会は、ミシシッピ川まで直接つなぐためにセントルイスまでの延伸を承認し、1825年3月3日には、さらにジェファーソンシティまでの延伸を承認した。この延伸のためにはすでにホイーリングとゼーンズビルの間に存在したゼーンズトレースを利用し、1838年にはオハイオ州コロンバスまでと同州スプリングフィールドまでが完成した。 トレイルのマドンナ記念碑1835年4月1日、ホイーリングから東の部分は各州管轄に移管され有料道路とされた。アメリカ合衆国政府による最後の予算は1838年5月25日に付けられ、1840年には議会が道路の完成に反対する評決をヘンリー・クレイの決定表で可決した。 この時点までに鉄道がより有効なな交通手段であることが明らかになっており、ボルティモアハイオ鉄道は同じ目的、すなわちボルティモアからカンバーランドを経由してホイーリングに至るために建設が行われていた。道路建設は1839年に止められ、インディアナ州とイリノイ州を抜ける部分の大半は未完のままとなり、後に各州に移管された。 1912年、カンバーランド道路は国立オールドトレイルズロードの一部となるよう選ばれ、東はニューヨーク市まで、西はサンフランシスコ市まで拡張された。トレイルのマドンナ記念碑が古いカンバーランド道路の沿線に5カ所混流された。1927年、この道路はアメリカ国道4 5線の一部としてされ、現在でも一部修正が施されただけで、 カンバーランド道路の経路を通っている。この道路の大半は、週間高速道路70号線がバイパスになっているが、メリーランド州西部のハンコックとペンシルベニア州ワシントンの間では、週間高速道路70号線が、北寄りのペンシルベニア州、ブリーズウッドから、同州ニュースタントンまでのペンシルベニアターンパイクを通っている。あとに、 週刊高速道路68号線がハンコックから西のメリーランド州カイザーズリーチまで古いカンバーランド道路を通りそこからはカンバーランド道路とアメリカ国道40号線が北西に転じてペンシルベニア州に入っているメリーランド州内の週刊高速道路68号線全体はナショナルフリーウェイに指定されているカッセルマン川橋当初の料金所が メリーランド州、ラベールとペンシルベニア州アディソンに保存されている。古いアーチ橋の多くも元の路線上に残されている。これらの中でも著名なものは、メリーランド州グランツビルに近いカッセルマン川橋であり、1813年から1814年に建設され、当時単一景観石像アーチ橋としては世界最長だった。 オハイオ川に架かるホイーリングの吊り橋は1849年に開通し、今も古い道路沿いにある。カンバーランド道路沿いにある下記建造物は、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。カンバーランド道路が最も延伸された時の西の終点は、イリノイ州、カスカスキア川のバンダリアであり。 現在のアメリカ国道51号線と道40号線の交差点近くである。この道路は現在のアメリカ国道40号線に沿ってイリノイ州中南部を東に進む。さらにアメリカ国道40号線に沿ったままインディアナ州に入りテレフォートやインディアナポリスといった都市を過ぎる。インディアナポリス市内ではウェストワシントン通りとイーストワシントン通りに沿った 当初のアメリカ国道4十号線の経路をたどる。インディアナポリスの東は、オハイオ州に入る前にリッチモンドを通る。オハイオ州内では、現在のアメリカ国道4十号線をたどり、デートンやコロンバス市の北郊外を抜ける。ゼインズビルの西では、現在のアメリカ国道4十号線が当初の経路をたどるのに対し、当初の道路の部分が今でも乱すことができる。 オールドワシントンとモリスタウンの間では、当初の道省が、週刊高速道路70号線に覆われている。続いて、東校を続け、オハイオ川を渡って、ウェストバージニア州のホイーリングに入る。ホイーリングは初めて舗装道路ができた時の西の終点だった。ウェストバージニア州内を15マイル走った後に、ペンシルベニア州に入る。ペンシルベニア州の南西部を横切り。 約90マイル南東に向かってメリーランド州に入る。カイザーズリッジの東ではアメリカ国道40号線内大路をたどりカンバーランド市に至る。カンバーランドは当初の道路の東端だった。19世紀半ばボルティモアまでの有料道路すなわち現在のメリーランド州道144号線に沿ってハンコックまで。 アメリカ国道40号線に沿って、ヘーガーズダウンまで、アメリカ国道40号線大帯路に沿って、フレデリックまで、さらに再び、メリーランド州道144号線に沿って、ボルティモアに至る道路が承認された。この承認過程はこの道路を有名にしていた、当初のマカダム舗装を外したために熱い議論となった。ありがとうございます。